でも何時に帰ってくるの？そうだな、終電までには帰ってくるかな。あーでも久々に飲むからな。まあそんなに飲まないと思うけどね。そっか、それにしても意味が戻るか。親父もカッキーになってくれて、まあ良かったかな。そうね。あ、そろそろ行かないとな。行ってらっしゃい。うん、あんまりお酒飲みすぎないようにね。あ、分かってる。行ってきます。行ってらっしゃい。さん大丈夫かね。なんでも体調が悪いって聞いたんで様子見に来たんじゃが。おかげさまでだいぶ良くなりました。ああそうか、そりゃ良かった。良かった良かった。入ってください。ああじゃあお邪魔します。失礼します。お父さん、土門さんが来ましたよ。おー、じいさん、大丈夫か？でも、絵を描く元気があるなら、大丈夫そうだな。また、絵を描き始めたんか。暇だからな。題材は何してるんじゃ？え？昔は風景が好きだ。最近はどう？いや、風景をさ、こんな感じじゃなかなか見に行けんじゃないかよ。ああ、そうじゃな。いや、だからな。すまん、すまん、すまん。エミさんを、お、うん、書こうと思っとるんじゃ。ああ、そうか、そりゃいいアイデアだな。モデルになってくれんか。え、ドモンさん来てるんですから。いや、何もわしには気づかなんで。ジジイは。え、ドモンさん来てるんですから。いや、かまんかまんって。このジジイはわがままだからな。じいさんの好きなようにさせといた方がな。わがままはお前もじゃ。お互いそうさ。書いてみろ。書いてみろって。そうだ。進んでるか。余計なこと言うんじゃねえんだよ。懐かしいな。エミさん、もうちょっと。手を後ろで組むみたいにしてくれるかい。ああ、そうだ。土門さんに見られたら恥ずかしいです。そんなことはないじゃろ。なんだそのポーズは。それポージングっちゅうのかな。それじゃあな、徳さんいいとこ行こう。なかなか筆も進まんようだぞ。あれじゃ何言っとるん。ただこうやってだけやな。ちょっとこうとかな。おお、なるほどな。ちょっと違うのさ、キュウリは。そういえば、こうかな。
しれんな、うん、ちゃんとキープしてよ。キープしてるな。どうじゃ。そうか。うん。あ、これは悪くないぞ。悪くないよ。うん。もうちょっと半ためやってみようか。え？こっちが。そんな、なるほどな。そんな、土門さん、そんなね、才能があったとは知らなかったよ、わしは。何言うじゃった。じゃが、エミさん、あんた、モデルをもっと続けようとするんだったら、あれじゃいかんぞ。もっと真剣になんないと。ええ。徳じいさんのモチベーションとやらもな、あれじゃ落ちてしまうから、元気もなくなってしまうぞ。よし、じゃったらわしが一つモデルのことを一とり教えてやろう。ってこう見えてもわしは若い頃俳優やっとったんじゃ。ほらほら、なちょっと教えてやるからな。その前に体拭きましょうね。何いや、それ何それ、うん、これか、うん、見てわからんかな、何だそれ。アワビ、アワビ、うん、知ってたの、アワビ、いや、あの貝も、うん、そうそうそう、うん。